アマゾンでですね、クロスボウやランジェリーを売っているなんともシュールなお店で、カスタム M4 クロスボウというのを購入してみました。このようにですね、発泡スチロールに入ってます。じゃん。はい、これがケースです。そして、日本語の取扱説明書。これがですね、レーザーサイト。つきますね。電池が入ってます。そして、これが、本体ですね。こんな感じです。この下は20ミリのレールがついてますね。上も、ここレールになってるんですが、これは20ミリじゃないですね。これセーフティー。これがホールケースの時にですね、頬に当たる感触が大変いいんですね。発泡スチロールみたいで。まあどうでもいいです。はい、これですね。ここかっこいいですね。これ丸い穴がいっぱい開いてて。ここもかっこいいですね。なんか、ペットボトルのキャップみたいでね、かっこいいですね。この辺りは何やらグロックみたいですね。かっこいいですね、これも。フォアグリッパーですね。こういう可動式です。このように好きな角度にカチカチと動かすことができますね。そして、これがスコープですね。こんな感じで見えます。こんな感じですね。そしてこれが、よいしょ。棒ユニットですね。これです。ここもですね、ワイヤーで、スチール製のワイヤーで、大変丈夫にできてますね。FN クロスボウですか。なかなかかっこいいんじゃないでしょうかね。そして、これが、長いレンチとですね、あとはこれ、棒ユニットと本体を取り付けるための、ボルトなんの中ですね。一式ですね。どこでか。あ、これも六角レンチですね。そして、スコープリンク、マウントリンクですか。これが一箱と、これもマウントリンクですね。レーザーサイトとですね、ライトを取り付けるためのものですね。これがライトです。ここスイッチですね。こう押すと、一回押すと点滅、消える、つく。またつきましたね。そして点滅。こういう感じですね。で、これがスチールボールですね。8ミリスチールボール。あとは、これですね。よいしょ。出てきませんね。あ、出てきました。これと、これですね。はい、これがですね、M4 クロスボウ専用の、ここに羽がついてないタイプのアロー2本と、ここ先っちょが二股になったですね、アローですね。これで魚でも取るんですかね。よくわかりませんが。ですね。このカスタムクロスボウの特徴なんですが、まず一番の特徴がですね、これですね。ここのリムの裏のこの金属の板。これが二つになってるんですね。ノーマルタイプのですね、
クロスボウだと、この板が1枚なんです。で、これを2枚にすることによって、ノーマルタイプのクロスボウよりも反発力を高めてですね、パワーを上げたと。まあその分コッキングも若干硬くなるでしょうが、そういう感じですね。そしてもう一つの特徴が、このトリガーユニットですね、この部分を強化したらしいです。ちょっと分かりにくいですね。で、こちらがですね、まあ、ノーマルタイプの M4 クロスボウなんですが、こういう感じですね。ちょっと見えにくいかな。これですね。ここのこの板の部分ですね。1枚ですね、これ。で、こっちが2枚ですね。カスタムクロスボウの方は。あとこのノーマルクロスボウの方の強化トリガーユニットは、これだけだとちょっと分からないですね。分解してみないと。どういう風に強化されたのか。まあ、こんな感じですね。それでまあ、この M4 クロスボウなんですがね、相談数が200発と多くてですね、また自動給弾で80ポンドでコッキングも楽だと。まあ威力はその分大したことないんですがね、なかなか使いやすいクロスボウだと思いますよ。また命中率もね、かなり高いんですよ。多分私個人的にいろいろペレットクロスボウなんか使ってるんですが、いろんな種類のトップクラスの命中精度ですね。まあ、あとまあ注意する点はですね、なるべく使用する8ミリスチールボールを、程度のいい8ミリスチールボールを使った方がいいです。傷やへこみのない、なるべく程度の良いスチールボールを使ってください。あまりガタガタしたスチールボールを使うとですね、ここのスチールボールが走る通るですね、レール部分が傷つきます。痛みやすいですね。また、球弾不良にもなるんで、なるべく程度の良いスチールボールを使うことをお勧めします。以上です。